はい。では、それでは、人の魅力を可視化し、望む生き方を自分で作るサポートをされていらっしゃいます。マーケターの田辺さやかさんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたしまよろしくお願いします。す。はい。ではですね、早速、質問していきたいと思うんですけれども。はい。はい。まずですね、どのような夢やビジョンをお持ちでしょうか？はい。最初に紹介していただいたんですけれども、いいものを作ってるのに、その魅力を伝えられずに、収益が上がらないとか、そのいいものを持て余してしまってるっていうような方のお手伝いをしたいなと思っていて、それに自分がこれまで仕事で実践してきたマーケティングを役立てたいっていうふうに思ってます。はい。人の魅力を可視化し、挑む生き方を自分で作るっていう、皆さんね、本当にそういう生き方したいって思ってらっしゃると思うんですけれども、ね、ご自身もなんかおっしゃってましたね、そういう生き方がしたいっていそううなってきている感じふが、うに。はい、話しててしてきました。はい。はい。で、そのような夢やビジョンをお持ちなんですけれども、次の、質問なんですけれども、じゃあそれを具現化するために、どんな目標や計画を立てて、やってらっしゃいますでしょうか。いろいろやってみようとは思ってるんですけれども、2ヶ月前に仕事を退職していて、今すごく時間がある状態なので、ここから1、2年ぐらいは実践と勉強っていうのをメインに、やりたいことをとにかくやる時間にしようと思ってます。で、やりたいことって何なのかっていうと、さっきのところにもちょっとつながるんですけれども、何かその自分が持ってるスキル、マーケティングだったり、人と話すことが好きだったりっていうのを活かして、その、えー、なんだろう、活かして何かこう、人の、望む姿を、叶える役に立てないかなって、ちょっと、あれなん、抽象的すぎるんですけど、もうちょっと具体的なやったこととかを話した方がいいですよね。なんかお家が は桃のい。農家をされてらっしゃって、で、周あ、りの農家さはんい。も、なんかすごいなんかもったいないことになっている、なんかおっしゃってましたね。ああ、そうですね。すごくこう、いい思い、強い思い、強いこだわりを持っていらっしゃる農家さんのお友達がいて、話を聞くとめちゃくちゃ真面目だし、やろうとしていることも地域の役に立ちたいっていう、とてもこうキラキラした思いを持ってらっしゃるんですけれども、その方が作ったホームページを見たら結構ほとんど何も書いてなくって、その方の良さというか、私が感動したその方の思いっていうのがホームページでは表現されてなかったのが、すごいもったいないなって思ったので、もうこっちからお願いして、ちょっともうこれ言語化しましょうよって ぜひお手伝いさせてくださいって言って、その人から聞いた話をホームページに、その人の、売りたい商品を紹介する文章として作らせていただいたっていうことが一例としてあります。ご自身だったらわからないことをやっぱり外からそういうふうに言ってもらうと、あ、そっかっていうふうになりますよね。本当そう思います。私もそうだと思いますし、自分も自分のことはこうちょっと分かりづらいですけれども、他人だから分かるその人の、魅力みたいなのってたくさんあると思うので、そういうのを見えるかとか、表現して、なんて言うんでしょう、まあ、それが、お金とか売り上げとか収益につながるっていうのも一つですし、その人自身がやっぱりこう、あ、自分にこういう魅力とか、こういう魅力があったんだというか、作ってる農家の、農作物で、こういう人たちにこんなに喜ばれるんだって気づくことで、やっぱり喜んでもらえると思うので、やりがいを感じたりするって感じですかね。
こういうお手伝いをマーケティングでできたらなっていうふうに思ってます。なんか、もう、お互いで一緒に作るっていう感じがなんかしますね。そうですね。私自身も、一つの企業でマーケターとして仕事をしてただけなので、自分でこう自由にマーケティングをするっていう経験がないので、やっぱりその経営者である、農家さんたちの、経営に携わるというとちょっと大げさなんですけれども、でもこういう売り方をするとかっていうのは、今までそのサラリーマンだった時には、自分で決めたりっていうことはなかなか難しかったので、そこの部分で大きく、じゃ今、売っていきたいけどなかなか売れてないものがあるんだっていうものに対して、まあ、桃とかみかんとか分かんないですけれども、じゃあここにこういう形で売れるとすごく喜ばれますよっていう、なんかな、そううまく伝わってますか？ 大丈夫です。なんか、どこに向かってるのか、ちょっと話してて混乱してきたんですけど。はその農家さんだけじゃなくって、い。まあ。ね、そうやってこう自分の魅力を引き出したいっていう方って、本当皆さんだと思うんですけど。まあ、ああ。だからね、すごくなんかニーズあるなというふうに、聞きながら思ったんですけれども。次の質問に行きたいと思うんですけれども。その、まあ、目標や計画に対して、現在どのような活動指針を持って、どのような基本活動をされていますか？一言で言うとそんなにきちんとした計画はないんですけれども、実践でそのさっき言ったようなマーケティングを使って人のこう課題解決のお手伝いっていうのを実践しながら、それもさっきの、ホームページの文章もなんですけど、やってみて自分が表現できる、幅が狭いというか、言い方を変えると、例えば私ウェブデザインとかってやってこなかったんですけど、さっきのホームページを作るとかっていうところも自分で、じゃ検索されるホームページが作れるとか、買いやすくなるデザインの、ページが作れるっていうような、できる、表現できる幅が広がることで、その人が喜、えー、なんていうのか、人の役に立てる、ステージ、場面が広がると思っていて、なので、そういうことも身につけたいですし、あとは、じゃあどこを目指していいのかわからないみたいな人が例えばいたとしたら、その人にたくさん喋っていただいたり、話を聞いて、こういうことなのかなっていう質問を投げかけて、その人が本当に望むものっていうのを言語化するお手伝いをしたいなって思ってるんですけど、それもなんか今まで結構感覚的にやってきてたんですけど、そういったのもまた勉強して、手法を体系的に学ぶことで、そこをこう、じゃあ何分話してこういう形でアウトプットしますっていうような表現できる幅を広げたいなと思ってます。私もやってもらいたいって思でいますけど。も私このインタビューで結構逆にやってもらった感がすごくあっすごい。やっぱて。なんか一緒に作ってる感がありますね。いや、もう本当に、そういう、ここの部分に、共感してもらえるんだとかっていうのが新しい発見でしたね。質問に行ってみたいと思うんですけれども。まあ、そもそも、人の魅力をこう可視化するっていう意味やビジョンをお持ちなんですけれども、そのきっかけとか、あとそこにどのような発見や出会いがあったんでしょうか。あ、これもなので、なんかこう話しててクリアになってきたんですけれども、不安が大きな原動力になっていて、
今まで、今39歳なんですけれども、結構30代は子供を最優先した生き方をしてたので、働き方も、子供との時間を取れる時短勤務でしたし、仕事の内容っていうのも、プレッシャーがかかりにくい仕事っていうのをずっと選んでやってきていて、今それなりに楽しいし、お給料とか働く環境とかっていうのにもとても満足はしてたんですけれども、なんかそれってそもそも、子供を最優先にして選んだ働き方とか仕事内容だったので、それが、子供が大きくもなってきているんですけれども、この先もっと大きくなって巣立った時に、それで自分の生き方として満足なのかって、働き方とか生き方とか満足なのかっていうと、絶対全然そうじゃないし、子供に対してやりたいことやってるお母さんの姿を見せたい、やっぱり子供のこと考えちゃってるんですけれども、でもそれも含めて、今私がやりたいのは、自分自身が納得できる生き方をしたい、でその姿を子供に見せたいと思ってて、ちょっと長くなっちゃったんですけど、それっていい、その以前の仕事の延長上にはないだろうなっていう不安を感じたので、何か変えないといけないっていうところで、そうですね、2年、1年から2年、その実践と学習、学びをやりたいだけやってみるっていうことをやろうと思いました。大人の夏休みだ。あ、教えそうてくなんだでさす。い。そうなんです。そうなんです。もう働き続けなきゃいけないとか、収入を得続けなきゃいけないっていうところから、一旦離れることで、働きながらそれが学んだり、副業をしたりっていうことができる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、私はあんまりこう、なんだろう、働きながらそういう挑戦をするっていうキャパがなかったなって思うので、一旦こう全部手放して、時間と余裕、心の余裕を作ってから新しいものが入ってこれるんじゃないかなって思って、はい、一旦こう仕事を辞めて、人生の夏休みって言ってくださったんですけど、そういう時間を今取り始めたところですね。すごいやっぱり決断と勇気が必要ですもんね。だからなんか本当に今がタイミングというか、今やるぞっていうこの すごく勇気を感じますけれども。今やらないといつやれるかわからないっていうのはずっと思ってるので、確かにその、なんか今だってこう、待ちに待った今だっていうよりも、どちらかというともう、思いついたらというか、いつ人生終わるかわからないし、いつ何があって環境がどう変わるかもわからないって、私の母が、8年前に他界していて、急に病気が悪化して、もう本当に早かったので、そう、なんか人間って本当に、なんだろう、予期せず人生終わるんだなって思ったので、後からとかいつかみたいなことは叶わないんじゃないかなっていう、それもなんかこう不安みたいなものはあるので、それで行動したというか、決断したというか、ね、だからそういう焦りがなかったら、本当に満足してたので、前の仕事には。で、仕事をしながら私は挑戦できるほど、なんていうのかな、厳しく生きられる人間じゃなかったので そのままずっとこう変わらない日常を送ってたんじゃないかなと思います。まあね、次に質問しようとしてたところがあるんですけど、まあその発見や出会いの背景には何があったんですかっていうところああ、で、今のね、はい。話とすごいつながる なって、すいません。そうですね。大丈夫です って思ったんですけど、はい。
まあね、本当になんか今のまあ時代もそうですね、なんかもう不安要素がたくさんあって、まあそのタイミングもありますし、まあね、お母様の、件もあったりとかして、やっぱりご自身が、そういう生き方をしたい、するなら今だ、みたいな。で、それはやっぱり、目の前の人だったり、ご家族だったり、あとは、一緒に何か、本当にそういう人生を作り上げていくっていうメッセージをなんかもらったなって思うんですけど。はい。いかがでしょうか。そうですね、一緒に作り上げていくは、なんか、でもこれも言われて気づいたことですね、私は。そうですね、私もはマーケティングが好きでやってて、マーケティングってその人の話を聞く、相手を知るみたいなことが基本なんですけれども、じゃあ農家さんと話してて、こういうことに困ってるんだっていうのが、自分が知らないというか気づかなかったことばっかりなんですよ。話を聞いて、悩みというか、現状を聞いて、その課題に気づき、じゃあその課題に対してどうアプローチできるかっていうのを、自分で考えて、お手伝いするっていうのをちょこちょこやってるんですけど、それ自体が私の、個人でマーケティングをする実績にもなっていくので、農家さんのその相手の、課題を解決するイコール私も実績になるっていうので、こう一緒に作ってるっていうのは本当に確かにそうだ、お互いこうどっちかがこう大変な思いをするとかじゃなくて、僕ウィンウィンな関係でできてるなって思いますね。なんか今の時代にぴったりだなって、すごくに、やっぱりニーズと出会うことがその魅力を引き出すっていうところのヒントにね、やっぱりなるのかなってすごい思いました。で、まあ特にね、女性が生きにくい、まあ私が女性だっていうこともありますけど、女性がやっぱり生きにくい時代だなって、その社会の、なんかね、エネルギーというか、環境だなと思うので、なんかそこもね、本当になんかその、さやかさんが、それをこう、されることによって、なんか道が開けそうだなっていう、思いますね、なんか。女性が生きにくいはもうちょっと語り出したらキリがあるので。ま でた、も本当スにそピンこオは、フ。いや、スピンオフ、ぜひ。いや、もう、それがね、ものすごい、一つ本当、原動力というか、はい、で、こう、うまくいかないとか、自分で自由に選べないみたいな思いがあったからこそ、今に行き着いてるなって思います、すっごく。お時間が来てしまいましたが。すごい、貴重な本当にお話ありがとうございました。全然、なんかあっという間で うまく話せないかったのがすいませんって感じです。いえいえ、女性に関わらず、本当にね、このお話すごいヒントになる、皆さんのヒントになるなと、すごく思いました。そうだといいですけど。最後に、こちらを、動画を見られる皆さんに一言ございましたら、コメントいただきたいなと思います。なんか偉そうになるかもしれないんですけれども、でも本当私もこの対話をさせていただいたことで、自分が、行きたい方向に、進んでこれているなっていうことに気づいて、で、それって振り返ってみるとそんなに難しいことじゃなくて、ただこう全部を、全部を手に入れるというか、全部を選択することはできないんですけれども、でも優先順位っていうのは分かると思うので、自分の優先順位が分かるので、その優先順位の上を取っていくと、自分のこうやりたいこととか生きたい生き方になるのかなって、本当話させていただいて気づいたので、なんかそこをお手伝いしていきたいし、なんかこう安心してできますよっていうふうにお伝えしたいなと思います。はい。ありがとうございます。ぜひ皆さんで、皆さんとつながっていただきたいと思います。はい。
お時間になりました。貴重なおはい。話ありがとうございました。ありがとうございます。人の魅力を可視化し、望む生き方を自分で作るサポートをされているマーケターの田辺彩香さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。